今回はこちらのハロウィンネイルを作っていきたいと思います。それではどうぞ。こちらあらかじめベースジェルを塗った状態から始めていきます。まずはじめに人差し指のお化けを作っていきたいと思います。白のジェルで全体を2度塗りしていきます。ではお化けの顔を描いていきたいと思います。こういう細い筆を使うと簡単に描けます。こちらで人差し指のお化けの完成になります。では次に薬指のかぼちゃのお化けを作っていきたいと思います。全体をオレンジのジェルで塗っていきます。こちらも2度塗りしていきます。では次にかぼちゃのお化けの顔を描いていきたいと思います。こんな感じでかぼちゃのお化けの完成になります。では次に小指のクモの巣を描いていきたいと思います。全体を白のジェルで塗っていきます。こちらも2度塗りしていきます。では、クモの巣を描いていきたいと思います。
こちらでクモの巣の完成になります。では次に中指と親指の跡を作っていきたいと思います。まずはじめにオレンジのジェルでこんな風に線を描いていきます。次にパープルのジェルを使って間にまた線を描いていきます。ゴールドのジェルで境目に線を引いていきます。ではベースコートを引いてこちらに星とドットの飾りをつけていきたいと思います。こちらと同じデザインのものを親指にもつけていきます。ではこちらのデザイン、トップジェルを塗って完成になります。私はこちらのノーワイプトップジェルを塗って仕上げました。皆さんもぜひハロウィンネイル試してみてください。